日本東北地方福島県浜通り双葉群、福島県双葉群の範囲福島第一原子力発電所事故によって人の姿が消えた波江の中心部。双葉群は福島県浜通りの群である。人口5706人、面積865.71トル人口密度6.59人、km、 以下の六町に村を含む。1896年に行政区画として発足した当時の軍域は上記の六町に村に岩き市の一部を加えた地域にあたる。戦国時代に岩き市、江戸時代に岩き平藩の領地だった奈良派軍と戦国時代から江戸時代まで相馬市の領地だった死ね派軍が1896年に合併されて成立した。 旧シネハ軍は、鎌倉時代から戦国時代前半までは、シネハ市の領地だった地域で、戦国時代後半から江戸時代までの相馬市統治下では、中村藩による政策で、陶磁器産業が奨励され、越中国からの開拓者が入植した地域である。そして、20世紀前半には、森林鉄道が創業していた地域である。一方の旧奈良派軍は、 7世紀前半の国造時代には岩木国造や高国の領土、戦国時代の岩木市統治下では岩木48館や岩木市家臣の居城が点在し、江戸時代には普代大,大名である内藤氏や安藤氏が治める岩木平藩だった地域である。そして20世紀前半には常磐丹田が広がっていた地域である。このように一口に浜通り、愛想とは、 くびれない地理的、歴史的背景があり、現在でも夜の森、または大熊を境にして生活圏が異なっており、旧奈良派軍は平屋三戸との、旧死ね派軍は中村屋仙台との交流が親密である。双葉軍は20世紀を通じて東京にエネルギーを送るエネルギー源地帯になってきたが、20世紀後半の高度経済成長期以後の特徴は電源地帯であり、 長津海南は首都圏に電力を送っている。また、双葉郡の全域とも小泉純一郎政権によって推進され、頭や足に方角やひらがなの使命をつける平成大合併に対しては、山鶴町や下稲郡と同様に否定的であった。そして、平成大合併前から発電所財源を逆手に取った地域振興策を出したり、平成大合併後も発電所とは、 無関係な名産や話題で活性化を図るなど、独立性の高い地域振興策が実施されていた。しかし、2011年3月11日の東日本大震災では、各地で10メートルを超える高い津波を被った。特に、東日本大震災に誘発された、福島第一原子力発電所事故に伴い、大半の地域が、帰還困難区域、居住制限区域、 避難指示解除準備区域に指定されている。1、浪江村2、熊町村3、大野村4、新山村5、長塚村6、受戸村7、清橋村8、大堀村9、仮野村10、津島村11、桂尾村21、富岡村22、久野浜村23、大久村24、広野村25、木戸村26、 立田村27、上岡村28、川内村29、川前村。ありがとうございます。